はい、こんにちは。はい、こんにちは。ね、まあ、いろんな道具並んでますが、どれかが必要なわけじゃなくて、山に登るときは全て必要になりますということで、バックカントリーに入りたい人のための、多分これでいいだろう、道具一式セットの説明です。説明しましょう。イエーイ。じゃあリアさん、はい、分かるもので一つ説明してください。ほぼ素人の龍也です。どれが何かっていうのを今から片っ端から説明していきます。これまず圧縮袋、これ服ちっちゃくするやつ、すごく便利、100均で売ってる。これ何？それね、着てくやつ。これ着てくやつ、もうね、当日着てくやつだね。分かる人はやった方がいい。そうかな、はい、わかりました。じゃあまずですね、寝るものからいきましょう。山で寝るっていうのはね、寒いから大変なので、テント、こんなコンパクトになります、はい、これね、4シーズンズっていうテントです、はい、3シーズンズっていうテントだとちょっと寒いので、4シーズンズっていうテントを使って今回は登ります。どれぐらい違うんですか？風が通るか通らないかなんですよね。へー。4シーズンズと3シーズンズは、俺もじゃあ通るってこと？通る。3シーズンズだね。マジで、うん、前あれで寝てたじゃん。風通んなかったよ。でも肌が強い人は3シーズンズでいけるかもしれません。はい、はい、吉田龍也だけの特権ですので、皆さんは3シーズンズじゃなくて4シーズンズを買いましょう。はい、次、はい、テントの中で直に寝ると寒いのでこういうの引きます。でも山の登る人がよくバッグにつけてる、これ折りたためて便利、うん、サーマレストって言います。サーマレストです。ちなみにこれはサーマレストだけじゃ寒いなって思う人は、こういう空気でふーって膨らまして、さらにマットを使って寝るとより暖かい。ちなみに翔吾くんは人一倍デリケートなので、このセットであったらデリケートな人でも大丈夫です。多分大丈夫ですね。そしてお布団、シュラフです。寝袋ってやつですね、はい、とても今回は寒いので、モンベルの0番っていうやつを使ってます。これね、マイナス15度ぐらいまで大丈夫です。番号ね、よくわかんないですけど、とりあえずあったかいやつ、あったかいやつがいいですよ。ちなみに立山は夜マイナス10度ぐらいまでなる予定でございます。そのぐらいの時期に立山に行きたいなとか、寒いとこ行きたいなっていう方は、なんか0番にしましょう。決して3シーズンズは選ばない、はい、次、これ中見ると分かる、こういう感じ。これはね、はい、これお外でご飯食べるときにお尻に引くやつ。いちいちサーマレスを出すのめんどくさいから、こういうの持っていく、でこれを枕にもできるというね、これ便利、便利。これで寝るもの大体終了かな、はい、であとウェア、タオル、服、あったかいやつと、うん、こうあったかい、ちっちゃくできるようなタイプのあったかいダウンジャケット的なものがあると安心。寝るときはちなみにウェア着て寝ることもあります。とても寒い場合はウェアも着て寝ます。もちろん帽子をかぶって寝るし、こういうフェイスマスクなんかをかぶって寝ることもあります。もちろんこの辺は全部つけたまま寝て、つけたまま滑ります。ちなみにリュウヤは普段、全裸派です。基本的に服は着ません。布団の中は全裸派です。はい、次にご飯の説明します。はい、山でご飯を食べるときは温かいものが食べたいので火を使います。ガスです。ちなみにガスには2種類あって、黒いキャップのものと金色のキャップのものがあります。金色のキャップのものは冬に強いタイプ、黒いタイプのやつは夏のようです。寒いところだとガスがなかなか火つかなかったりするので、金色のやつを選びたいところですが、今回は黒いのが余ってたので、もうこれでなんとかします。で、これだけじゃ火つかないので、こういうつける用のやつを持ってきます。やつか、やつ、コンロですね、はい。ライター忘れないよ。マッチもあると便利、はい、なんでマッチの？ライターあるじゃん。これね、ライターはね、ガスなので雪山だとつかないことがとても多いで、標高が高くなったり冷たくするなっちゃいすると、このライターの中のガスがね、気化しなくってつかない時とかね、結構あるんですよ。なもんで気化関係ないマッチだと、で、火にくべられる食器、はい、鍋としても使えるし、お茶碗としても使えます。よし、じゃあ2倍速でお願いします。はい、あとコップ、耐熱コップ、金属だと熱いのでこういうの持ってみましょう。あとコーヒーとかね、ホタテ切るやつとかね、100均に売ってたよ。食料、はい、後で食料はしっかり買います。これもっといっぱい買います、はい、はい、あと水入れるやつ、はい、水入れ、水筒、はい、水筒と水を入れて、ちっちゃくなるけど実はめっちゃ入る、はい、1リットル入る、はい、いいですね。なんていうのそれ、プラティパス、はい、そういうやつです。これをこれにつけるとリュックに入った水をチューチューできます。
うん、歩きながら飲めるのでとても便利というわけで、じゃああとは滑るもの、うん、最後に滑るものの説明をします。はい、はい、3種の神器からいきましょうね。はい、3種の神器。まず1、ショベル、プローブ。プローブ、プローブとか言っていいけど、ゾンデとかいう場合もあります。これなんか英語とかフランス語とかなんかよくわかんないけど、なんか言語の違いらしいです。そしてビーコン。この3つは雪崩から埋まってしまった人を探したり、自分が埋まった時探してもらったりするための道具です。これは人を助けることもあるので、人を助けるために持っていきましょう。はい、一緒にいた人が死んでったら多分へこむと思います。なので助けてあげて、助けてあげてください。はい、そして地図ですね。2万5000分の1国土地理院のものですね。それはどこのやつ？これはね、今回行くところじゃないやつ。今回のやつ間違えちゃった。間違えちゃったグレートダニエルのやつ持ってきてグレートダニエルまたしたいからねカチカチのところを登る時の愛禅、スパイクですよ。はスパイクブーツ、スキー、そしてボール、ピッケル。これかっこいいね。これ使いたいでしょ。これ使いたくないです俺は。ちなみに、持ち方忘れました。はい、ガチャピンが教えてくれるから皆さんガチャピンに聞いてください。あとね、コンパス。あとこれ忘れてた、ヘッドライト。これね、めっちゃ必須。これもね、街中でもよく使います俺。ヘッドライトめっちゃ眩しいそういうのは人に向けてはいけないって小学生で習ったでしょ。はい、最後に機材の説明をします。なんすかこれ。トランシーバー。ペペペペ、こちらのとこ、このとこ、どうぞ。はい、飛んでください。はい、行ってきます。3、2、1、GO! みたいな感じのやつをここでできるわけです。はい、まあこれ要はかっこいい、かっこいいアイテムですね。かっこいい。はい、あとこれバッテリー。いろいろ充電しないといけないものがあるときは携帯できるバッテリー便利ですね。電池、これはあって困ることないので一旦持っていきましょう。ビーコンもヘッドライトも電池で動いてます。であとね、これレスキューシート、銀色しててこう、まあ、最悪の時に羽織ったらあったかいなです。GoPro。 ちなみに僕はダムで1個落としました。はい、カメラ。別に一眼じゃなくてもいい。バッテリーとにかくいっぱい持っていくといいね。バック。はい、ちなみにバック2つ今回持ってきます。アタックバック、スキーをする時に背負うバックと、ベースバッグ、テントの中に置いてきちゃうバッグです。ちなみにこれ何リッターぐらいあるんですか？バッグの大きさはリッターって単位で表してね。これはちなみに85リッターのバッグ、85リッターのバッグを今回ベースバッグにして、アタックバッグは38リッターのバックパックを今回アタックバッグにします。でかい、重い。でちなみにこれ今回ね、ちょっと初めての体験なんですよ僕もね。これ今正午の板が映ってますけど、ビンディング、これ山用のビンディングっていうのは結構ね最近出てきてましてですね。何が山用なのこれ？ウォークビンディングって言って歩きやすいでしょ。とても歩きやすい。スキーをつけたまま歩けちゃうとね。今回はダイナフィットさんからビースト16、すごいね調子のいいビンディングをね。分かんないじゃん、まだ履いてないの。適当言っちゃダメ。知ってるよ俺は。適当言っちゃダメだよ。知ってる。違う、翔はいい開発秘話とか読んだもん。読んだんでしょ。履いたの？履いたよ。はい、どこで履いたの？家で履いた。それ雪じゃないじゃん。じゃあなんで調子いいって分かんの？いいですか、調子いいかどうか今から確かめます。調子よかったらまた後日すげえ自慢します。自慢します。はい、ちなみにこのビンディングはちょっと特殊で、ここに穴が開いてるブーツのここにロックします。そこでロックしてこういう風に歩くんですね。ディナフィットの特殊なねビンディングで、要は普通ウォークビンディングっていうのはここにねプレートが入るんですよ。ね、なんでかって言ったらかかとを上げるときに後ろと前ロックしてこれごとガッチャンガッチャンって歩くんだけど、それやるとこの真ん中のプレートがすげえ重いから邪魔なんですよね。で真ん中のプレート取れないかなって考えたのが、もう前だけつけちゃええよっていうことで、前にロックしてここだけでこう動けるようにしたのがディナフィットの軽いビンディングの特徴ってやつですね。僕もこれねまだ履いたことないけど軽そう、すげえ軽そう、とても軽い、びっくりしました。ブーツ自体はマジで軽い。はい、そして伸びるストック、伸びます。湖畔がきつかったり緩かったり、スキーストックの長さが変えないといけないので、こういう伸びるストックを使います。はい、伸びるストック僕も初めて使うんですけど、ね、丈夫なのかな。竜はいつも折っちゃうからね。今回漏れるかもしれない。そんな感じかな。あと食料はね持てるだけ持ちましょう。食べたら幸せになるからね。そんな感じかなですね。とりあえず、うん、という感じでございまして、以上以上、翔吾くんの場合の雪山セットでした。はい、80リットル入れたこれはねでかくなるんだな。しょいたくねえな。はいはい、オッケー。 You wanna be the baseline? Just say so. You wanna be the baseline?